マジラブの2人はまだ売れてないけどこれから売れるだろうなっていう芸人さんいる？そりゃいるよ。だろうね。たくさんいるよ。鉄人小町とかね。鉄人小町。鉄人小町さん。M1 とかでそのうち上がってくるだろうなって思って。そうなんだ。野田くんはいる？知ってるかな。明石家さんまっていう。知ってるな。まだ売れてないと思ってる。え、今結構来てるの？っていうかずっとストップダム張り付いてるそう張り付いてるずっとずっと張り付いてるテスタ君は今後上がるだろうなっていう株はある、うん、え急にいや流れおかしいねあこう持ってきたかったんだいや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 人生どこでどうなるか分かりませんからねん人生どこでどうなるか分かりませんからね僕もねいつか売れて林先生のように番組を持ちたいと思いますああ頑張ってください、はい、株でしょ、うん、株でしょ株でしょうわ使い道ね株でしょ資産運用学べる番組さてねシーズン10はエントリーポイント、はい、グジットポイントに注目して授業を行ってきました、はい、そこでね今回は今まで行ってきた授業を踏まえたものになります今回の企画はこのチャートこの後上がるか下がるかクイズいや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 いいと思いますよいや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 いいと思いますよキックザカンクルーみたいじゃないですか今回は授業じゃないってことですか？はい、そうですね。企画今までの知識を使って行うテストのようなものです。ああこれテスタ君ももちろんです。うわ、これは外せないよテスタ君。今から黒のチャートを出していきますので、うんこのチャートがこの後上がったのか下がったのかを今までの授業を踏まえて予想してください。うん、これ完璧に当てれたらマジで大金持ちじゃないですか？ね、実際の株だったら。テスタ君は完璧に当ててきて。絶対専門正解。いや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 。それでやってきたんだから。ちょっとじゃあ今からクイズをするんで机の中にあるものをご確認ください。え、武藤さんの若かりし頃の写真。うわうわうわ。中見てる。うわ。うわでもまあ写真は貼るわ。うわ。なのでね、札を使って上がるか下がるかの予想をしてください。はい、ではね、早速いきましょうか。このチャートこの後上がるの下がるの？うわやだな言い方。ではね、このチャートをですね、トヨタ、みんな知ってますね、トヨタはさすがにトヨタで、はい、今年の2023年の7月から9月これが上がったのか下がったのかテスタ君とかこれ答え知っちゃってるパターンない？この時俺見てたよみたいな、ま、全く分かんない全く分かんないし当てるじゃあ行きますよ待って、ちょっと待って、ちょっと待ってシンキングタイムシンキングタイムシンキングタイムえ、これってあのこの間習ったなんか変な標語みたいなやつ、はい、変な標語って変なさ気持ち悪いやついやいやいやあれに出てきたのが、はい、このチャート上にあります？そうです、出てますよ、はいでは一斉に札をお上げください。はい。お上がった3人下がった1人ですね。もうテスタ君と違う時点で不正解じゃない。そんなもんないよ。わかんない。わかんない。じゃあ上がった人から聞いていきましょうかね。まず村上君なぜ上がったと思いますか。はい。右から2個目ですね。これ下まであの、はい、細い線があると。下ひげが長いと。はい。はい、であそこまで行ったんだと。はいはいはい。けどそこで終わらずに上がってるってことですよね。はい、上がって終わってる。そうです。だから高値引きをした。だからその時点ではもう下がりすぎちゃってると。はい、こんなには下がんないっしょ、はい、的な人たちが買ったわけですよね。はい。っていうことです。僕が思ったのは。はい、じゃあ次は野田さんですかね。野田さんどうだったと思いますか。なんかそのカラカサっていう形は覚えてたんですけど、カラカサ、それがどうなるんだっけって分かんなくて、はいはい、でも一番最初の2個目がカラカサじゃないですか。こっちのこれですか。あ、一番左の方ですか。あ、これめっちゃ上がってるじゃないですか。はいはい。だからカラカサって上がるのかなと思って。ああ、なるほど。そういうことね。上がるって。同じようなものが出てたから同じような動きをするんじゃないかと。ね。いやー、テスタさんに聞いてみましょうかね。答えを。もう答えじゃん。答えを教えてください。全然わかんない。全然わかんないけど、左に価格帯別出来高あるでしょ、はいはい、あそこ突出してる。ここです
そこあるじゃない。でそれがその前回前々回その3回高値のところなのね、はい、そ、うん、そうだからそこはもう分厚いんじゃないかと思って、でそれをもう上に抜けてるから今度はそこが下値抵抗線になって、でその下値抵抗線ぐらいまでもう下がってきてるから、まあ、そこで止まる可能性の方が高いんじゃないかなぐらい。なるほど、なるほど。というのを踏まえて佐田さんどう思いますか。いやもうなんか正解出ちゃったじゃん。いやでも佐田さんでも思った根拠があるんで、それちょっと堂々とですか。佐田テクニカルがあるんでしょ。そうしっかりと理由はあって、まあ、トヨタ自体多分すごい長いスパンで見た時に結構高値圏にあると思うんですよ、はい、円安始まったくらいから多分ずっと上がってるじゃないですか、うん、でそこの右から2番目がカラカサで、カラカサは高値圏で出たら下がるサインだったかなと思ったので、この後下がったんじゃないかなと思いました、はいはい。上がった。よし。はい、佐田さん、はい、負け。一応理由としてはこの十字線。十字線なんて言ってなかったじゃないですか。何なんだよそれ。初めて出てきた。知らないのは違うって。そういう回。お前らこんなに無知なんだぞっていう回。何十字線って何ですか。十字線、まあ、あの初め値と終わり値がほぼ同じぐらいで終わって、まあ、高安両方あるので十字になっている。要はこうどっちに向くか分からないというので相場の方向転換が一応示される一つのサインというふうな表現をされているの で、ね、まあ、まあここは一応下がり局面だったんで上がったと。それと多分テサさんのこの話を符合するここがそうですね、抵抗性になってるんで跳ね返されたっていうのが主な理由かなというふうに思います、ね、左の底はあんま見たことなかったな。これが長いほどこの値段で買ってる人たちが多いということですね。これより上にあるとここが要はバリアになってくれてるんで弾き返してくると、逆に下にあるとこれが分厚いんで弾き返されやすいっていうふうな一つの見方になるっていう、持ってる人が多いってことですね。そこに、あ、そうです、そこで持ってる人が多いんで、その人が全部売らないととか全部買わないととかするんで、ではね続いての問題です。よっしゃ、はい、このチャートこの後上がるの下がるの。ちょっとずつあの弱めてくのやめてください。こちらは2023年の7月からの三井住友フィナンシャルグループの日足チャートになります。こちらもね割とこうジグザグとしているようなチャートですね。一回ね高値をつけたけども、うん、そこからは下がっていってるっていう風なチャートになりますけども、テスタ君こんなの簡単じゃない。本当にこんなのも分かんないの。これは どこを見る、テスタ君は。だやめて、佐田さん。佐田さん、それはやめようよ。クイズまでもそれするの。せに札をお上げください。どうぞ。お、一緒だ。さっきの繰り返したようになりますけども。え、みんなこれだと思いました。佐田さんはもう何でも下がるって思っちゃう。簡単じゃんって思っちゃった。なるほど、じゃあちょっと佐田先生に理由をじゃあ聞いてみましょうかね。あの十字の陰線バージョンが2つ続いてるじゃないですか、はい、今まで長い目線で見て上昇だったのが、はい、ここから転じるっていうサイン、こういう上昇、あ、そう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 、こういう上昇局面だったけどもここで終わったんじゃないか、終わったんじゃないか。村上君はどう思いますか。まあ、要は上がって、はい、あのど真ん中ぐらいの陰線の十字、はいはい、これです、はい、それで下がり始めて、はいはい、でそれが終わったのがその、はい、一応右の十字だし、その陽線の下に下がったけども、はい、跳ね返されているっていうので、はい、そんなに下がんないで、はい、下がんないっしょみたいな人が多いってことですよね、はい、なるほどなるほどなるほど。下髭にすごく注目しますね。下髭と、はい、あの上の時もそれはすごい見てます、はい、あ、上髭が出てるかどうか、上髭が出てて、はい、でも上がんない時とかは抵抗されてるんだなっていうので、はい、あ、下がりそうだなとかは思いますけど。めちゃめちゃ学んでますね。ありがとうございます。優等生ですね。野田さんはどう。さっきの話を参考にしてですよね、はい、僕は、まあ、6300、6400ぐらいが下の位置になってて、まあ、そこを切ってるから下、はい、登るんじゃないかなぐらいのノリですね、はい、うん、ここに弾き返されて上がるんじゃないのっていう。なるほど、正解を言いそうなテッサさんに聞いてみましょうかね。こんなのは分かりようがない。
テスタ君これ簡単じゃないの？もう破綻してるじゃないか。なんで分かりようがないの？こんなチャートで分かるわけがない、はい、企画倒れじゃん。逆にこんなもんで分かるほど楽じゃねえってことだ。明確な何かがあるように見えないし、で全体的に見てもちょっと横横っぽいし、直近ではちょっと下げ気味だけど、ごちゃごちゃしてるからこっからなんか次を読み解くのは難しいとね。でもただクイズだから当てないといけないっていうところで、ちょっとまた別角度なんだけど、さっきのトヨタと機関が一緒だったから、でトヨタとか三井住友フィナンシャルとかっていう大型株は日経平均に準じて動くから、なので多分同じような動きをするんじゃないかということで上がったと思います。すごい名探偵だ、すごい。なるほど。上がりました、はい、はい、大正解ですね。あ、でも今のはなしでいいなしよしよし当てた、よしよし2ポイント2ポイント当ててる、そうですね、全問正解。マジラブの2人がね前線してますね。すごすぎる、素晴らしい。何年やってると思ってますか、はい、ねえ佐田さん、ねえ佐田さん、一番株やってるのに。これ全問正解できなかったら CM 出れないよ ね、 これね。ではね、続いての問題、このチャート上がるの下がるのどっち。KDDI ですね。これもまあ同じような機関ではありますけども、全然違うじゃん。出来高多いところ3つくらいある。はい、そうですね。だからそこでは読みづらいのがこうね、上がって下がって今もう一度上がりつつあるっていうふうな状態で、まあでかい陰線が出てるっていうのがポイントですかね。であそこまで行ってすごい下がっちゃった。札をお上げください。どうぞ。お、割れました、ね、おおお、やった。今度はマジラブ2人が上がった、でやばい割れた、テスタさんが下がったという。そう、テスタさんが割れた、ね、やばい、テスタ君格付けチェックみたいな。村上、うん、いや正直あんまりこの下がりそうな感じがしないからって感じで、特にその下がりそうな僕の知ってる中でのシグナルが見えない。で今上がっていったから、まあ、そのまま上がるのかなっていう感じです。野田さんはどうですか。これはもう正直もう例えば作家に長澤さん入ってるからここで下がるみたいなベタなことさせないんじゃないかな。なんか流れ的に下がるになりそうだけど、上がる上がる上がるんでリアクション取りやすくしてんじゃないかなっていう。もう株関係ない。お笑いのチャートで、お笑い、お笑い読みしてる。じゃあ佐田さんどうですか、はい。これはあの7月入ったくらいから下降トレンドになっているじゃないですか、はい、で、そこから上がるかなと期待したところ、はい、やっぱり団員線が最後出てますよね、はい、団員線って気分が悪いってテスタ君も前言ってたと思うんですけど、まあだからここからは上がりにくいんじゃないかなっていうふうに思いました。そうね、まあ、僕もほぼほぼ同じ意見なんですけど、その前 の、 その4250円付近でもう完全にこの底をつけた感じに見えるから、だからその最後の陰線がなければ上と思ったんだけど、最後の陰線だけがその前の日の陽線も全部包んじゃってるんで、あと上の方出来高多い価格帯があって、そこのまあ戻り売りもあるから、まあどっちかって言ったら下げかなぐらいの。難しいってことね。じゃあ、いや難しい、めちゃくちゃ難しい。正解はこちらです。上がれ上がれ。あー、あー残念。ちょっと長澤さん長澤さん上がる上がる上がるでしょ。テスナがおっしゃったような、まあ、包み足ですかね。こういうふうにこう、はい、こういうふうに次の方のろうそくで前の方のこうろうそくより大きいろうそく積んで陰線が出てるんで、まあ、弱くなってるサインっていうふうに言われたりもしますので、そこからまあかなりガクッと寄り付き坊主下がってますよね。寄り付き、はい、その最初は高くって、そうですね、太陽線が出て、うん、高く寄り付いたけども、はい、ババババッと売られて、まあ、ほぼ安値で引けたと。でも次の日、その次の日は上がってるもんな。そうですね、ちょっとまあそうですね、上がってるけども、うん、上がるでも正解ですよね。ではね、続いての問題です。すごいなテスト。このチャート、この後上がるの下がるのどっち。腹立つな。またトヨタですね。
はい、これは2020年なんで3年前ですね。ちょうど学べるラブリーのシーズン1が始まった頃のということですね、はい、こんなことになってたんだ、はい、なので結構これを見るとねずっと右肩下がりで下がってきてるチャートのように見えますね、うん、これ簡単じゃない？え、簡単？いえー、まあまあそっちだろうわかな。じゃあ一斉に札をお上げください。どうぞ。お、またマジラボの手が下がった。待って、嬉しい。上がるのね、テスタ君。上がってくれんの、あれ。じゃあ村上君どうですか。いや、なんか落ちていくナイフを掴むな、はい、みたいな聞いたことあります。はい、落ちるナイフを掴むの、そうです、ね、勝手に決めるな、うん、そこを。なるほど。お、持ってる人が全員もう捨てるんだったら上がるんでしょうけど、はい、まだ分かってない。まだそのね、みんなが投げ切れてないと。はい、下もいるんだろうし。はい、野田さんはどうですか。だから5問目あたりで本当に難しい問題出すとして、何をやってんの。1人だけ違うことやってんの。コロナもひどかったしね。そうですね。あ、なるほど。まあ、そういう街全体が下がってるし、はい、そのままっていうのは、あの、それは大きな見方です、ね、大会でよく覚えてるんで、うん、ここでは買いません、私は。じゃあ佐田さん、どうですか。はい、いや、私は底打ちだと思いました。トヨタ自動車ですよ、はい、もう日本を代表する会社ってなったら、はい、もうこれだけ安くなってたら買いたい人が多いんじゃないかなって思いました。なるほど。みんなの気持ちがもう、まあ、これは安値なんじゃないか、うん、そうです。どうですか、テスさんなら。僕もチャートだけで見ると、はい、もう下落トレンドなんで、はい、下かなと思ったんですけど、トヨタが1450円ぐらいからその短期間で1250円割って、うん、さらにそんな1000円とか割ったんだったら記憶にあるんじゃないかと思って下ね。違う、ちょっと違いますよ、この人やってることが。もっと下がれ、もうちょい下がってくれ、もっと下がれ。なんでだよ。やった。なんでだよ。上がりすぎだよ。窓を開けて下がれて大引け坊主なんで下がるんですけども、まあ、これはいわゆるチャート上の騙しっていうやつで、その理屈が通用せずに。次の日のやつまで見せてよ。次の日の1個があれば変わってるね。僕は上がるにしてますよ。ちょ、どこで切ってんのそれ。ポイントはテッサさんとサラさんに入りました。やった、はい、なんかな、はい、そうですね。じゃあ、でもチャートがうんぬんじゃなくて、サラさんのその大型株だからっていうのは合ってたと思う。大型株だからこんなことじゃない。トヨタがそんなに下がんないだろうっていうのは僕も同じ考えだった。そう思い出したんですよ、私1400円台で買って損切りしたのを思い出しましたもん。もう銘柄隠してください。はい、キーエンスですね、はい、これは割とね、こう上下動の激しくて、まあ、1回大きく下げて戻ってきたと。キーエンスというふうなチャートですね。ですごいめっちゃ出来高あるけど、はい、出来高がすごい、ね、そうですね、この日は出来高がすごいできてて、まあ、こんな上髭の長いロウソクが出てきたと、はい、いうことになります。上髭の長いロウソクってなんだっけ。得意です、トンカチ。得意な、またそう、トン、素晴らしいです、トンカチ、トンカチ、トンカチね。ちょうどコロナ、そうですね、コロナの時期ですね。スーパー、あ、コロナになったところで、ね、そうですね、2月から3月なので一番こうみんなが困ってる時ですね、はい、この時はテスタ君でも損したの。コロナの下げは8億くらったからね。1週間で8億ぐらい減ったんで。早口だな。まあ、取り返しましたけどね。オタクみたいな喋り方だった。拙者。じゃあ一斉に札をお上げください、どうぞ。お、全員値で下がった。お、初めてですね、これは。じゃあちょっと理由を佐田さんからじゃあ聞いてみましょう、はい、陰遁勝ちだし、このあと緊急事態宣言でもっと下がる、はい、なるほど。テクと記憶力を両方、さすがですね、はい、村上さんは。私もまあ上がったけど下げさせられてる、うん、でそのもう一個左も上がったけど下げさせられてる。あ、まあだから下がっていくんだろうっていう感じに思います。上髭がまあこの最後のやつだけじゃなくて、その前日もあるのでっていうことですか、ね、うん、はい、なるほどなるほど。野田さんはどうですか。いや、だからもうこの時期ちょうどその覚えてるんですよ、 R1 グランプリ決勝で、はい、無観客初の、はい、あ、無観客大会っていうのがこの時初めて行われたのを覚えてるんで、はい、こっからなんかコロナ始まったなっていうのがあったんで、はい、からどんどんみんなどんどん株が全部下がってくるんじゃないかなっていう感じのイメージありましたね、はいはい、うん、テスタさんはどうですか。
そうですね、僕も最後の足がもう最悪の足だと思ったのと、最悪の足なんだやっぱり。で、あとやっぱりさっきの問題が騙しが入ったんで、もう今回騙しを入れないで騙しを読んですか。これもまた作家テクニカル、中澤テクニカル。意見が一致、じゃあ正解を見てみましょう、どうぞ。もう大正解、全然素晴らしい大正解です。もう理由としてはもうその人陰遁勝ちが出て、うん、もう弱いと思って下がっていったと。佐田さんですね、佐田さんが3ポイント3ポイント、はい、でマジカルラブリーの2人、村上さん野田さんが同じく3ポイント、わー、そしてテスタさんが5ポイントなので全問正解です。おめでとうございます。すごいよあんた、すごい。優勝したテッサさんには番組からのプレゼントがあります。え、はい、すごいじゃん、番組特製の、こちらですね、無糖クリアファイルがあります、ちなみにもう一つあってこういうのもあるんで、好きな方をお選びいただけます。何かオリジナルキャラみたいな、これは僕はあの工場見学に行った時にもらった、作ってもらったやつです。資源の無駄遣いだ、さてね、ここで大事なお知らせがあります。もう分かったって、はい、あれでしょ、はいでね、はい、実は、うん、大好評の会員限定コンテンツの第2弾が配信されました。第2弾はね、なんとテスタさんのガチのトレードを見せていただきます。これは本気ですね、松井翔平。そうですよ、株でしょっていう感じなんで。株でしょ、流行んないって伏線回収、テスタさんの、ね、トレードの映像を見ながらテスタさんご本人に解説をしていただく超貴重な回となっております。また講座を、ね、お持ちでない方はこの機会にどうぞ講座解説をよろしくお願いいたします。何の得があるんだテスタさん、なんでこんなによくしてくれるの松井翔平に。なんかやれって言われたもんいないよ。ではね、よろしくお願いいたします。はい、はい、嬉しいな、見たいな。ん個人的なこと。村上くん、この後予定ある。僕はこの後ご飯食べに行くけど。あ、じゃあ奥さんと食べに行く感じかな。テスタくん、この後は。うん、僕もこの後友達と会うよ。ということは21時くらいにはお家に帰ってるよね。佐田さんどうすんの。私はね、うん、どうするでしょうか。え佐田さん、何この台本。泥棒とかすんじゃない。そういうこと。泥棒とかするんじゃない。どういう台本これ。ちょっと佐田さん、佐田さん、佐田さん、ちょっとやめなよ犯罪は。ダメだよ本当に、さすがに。何を想定してんのこれ。次回佐田 CM クビ。その札を見ながら、札の僕の顔を見ながらちょっと考えてください。イラッとする、イラッとする。なんかもうメイクさんにやってもらってるらしいよ。なんからしい、ね、前回のこの髪型がすごい良かったって言って、あら、この通りにしてもらうとか言ってメイクさんにお願いしてましたよ。牧野選手みたいな感じ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。